ヤーゼル・アラファート国際空港は、パレスチナ自治区ガザ地区にある国際空港。パレスチナ自治政府初代大統領のヤーゼル・アラファートに、ちなんで名付けられた。ガザ国際空港、またはダハニーヤ国際空港とも呼ばれた。パレスチナ公団によって、所有、運営され、パレスチナ航空のハブ空港として使われていた。現パレスチナ領では、唯一の空港であった。 1998年に開港したが、2001年にイスラエル軍の空爆によりレーダー施設や空港ビルが破壊され閉鎖されている。この空港は日本、エジプト、サウジアラビア、スペイン、ドイツの資金援助によって建設、モロッコの国王ハサン2世の資金援助の下、カサブランカ国際空港をモデルにし、モロッコの建築家によって設計された。 1998年の開校式には、アラファートとアメリカ大統領のビル・クリントンが出席し、パレスチナー兵プロセスの進展を印象づけたはずであった。現在は休止中。ありがとうございます。